あ、釣り場はねちょっと高いですね。玉網がギリギリ届くって感じかな。すごいドンブカです。かなり水深はありそうな感じ。もう眺めは抜群ですね。正面のね新島が非常にいい眺めです。当たりました。よし、おー、なかなかいい重量感。おー、よっしゃ、くわー、これはなんだ、メジナであってほしいな。なんかちょっと走り気味だな。もしかして、イスズミくんか。ほら、なんかちょっと走ってるよ、イスズミだ。もう白いもん。早速釣りの練習かよ、イスズミで。やんなっちゃうな。うわ、ほら引きだけはいいよ。うわ、あ、イサキか、なんか青物だな。青物っぽいな。なんかイサキ、あ、イサキ、尻尾が黄色いからなんか違うな。尻尾黄色いぞ、なんか。シマアジじゃないですか、シマアジ。なかなかいい木だよ。シマアジより細くないか。シマアジよりはね、細い。細い。ああ、和菓子。ねえ、和菓子か、もしかして平正の子か。本当だ、そういや、うん、平正の子かな、黄色いから。でもあれは和菓子の黄色いよね。はい、未だには黄色いね。でも、いや、いいじゃないですか。これはもうお土産ですよ。はい、上がりました。稲田か若鹿か、まあ若鹿と稲田の間ぐらい。若田第2投目で釣れました。なかなかね、期待が持てます、この釣り場。はい、当たりました。当たった当たった。よし、今度は何でしょうか。なかなかね、まあいい引きだけど、さっきほどじゃないけど、なんかやっぱり白いぞ。なんだ、あー、イサキか、メジナか。イサキだ、イサキです。イサキが釣れました。そんなに大きくないけど、まあ30センチぐらいあんのかね。これは抜き上げられますね。そうですね、まあそーっと抜いた方がいいです。イサキが釣れました。イサキです。このぐらいの大きさのイサキが釣れました。はい、また当たりました。なんでしょう。よし、大きいのであってくれ。まあまあいい引きだけど、お、お、よしよしよし、くわーっち。お、なかなかツッコミが、お、いいツッコミします。うおーし、なんだ、白いぞ。また今度はイスズミか、なんか。あ、あ、一応メジナだな。黒いな。なんか微妙なサイズ。32、3っていうか、抜き上げちゃうのにはちょっとなんか嫌だなサイズだな。はい、次釣れたのは、これはオナガです。まあ、32あるかなーみたいな感じだな。あ、でもオナガです。これはリリースしましょう。はい、また釣れました。おいしょー。もうさすがに顔のシナリオ見るようになりました。あんまり大きくねえぞこれは。うん、またこれはコッパオナガか、足裏オナガか、そんな感じだな。足裏って感じです。うーし、際まで寄ってくると結構いい引きになるんだな。あ、同じぐらいだ。また30ぐらいのオナガです。なんだよね、もっと大きいのが言ってんのにな。はい、また上がったのはオナガです。まあ30センチぐらいのお腹ですかね。うん、これもリリースってとこだよね。ああ、また当たりました。
よし、流れ出しの中で当たりました。今度はおー、いい引き、いい引き。よしよしよし。お、また銀色、また魚体は銀色です。よし、あれは間違いないです。シバアジ、シバアジという、おー、なんかでも青物っぽい。よっしゃー、また美味しいものが釣れました。結構いい引きだよ。おおい、わわわわわ、ナイスキャッチ。はい、次上がったのはこれはね、なんかね、ヒラアジ、南洋カイワリとか言ってますけどね、結構ね、まあまあの大きさですよ。ほらね、ここにね、なんかこう黄色いポツポツがついてんの。結構綺麗な魚だな。よーし、また当たりました。よいしょーかー、はしゃー、あー、白い、また白い、また白いです。なんだ、また南洋カイワリか、なんかそれっぽいな。あ、またそれだ、またあれだ。あ、やっぱこれなんだな、なんかな、この流れの中で釣れるのは。まあまあいい方だけどね。はい、またヒラアジが釣れました。まだここにね、点が1個だけついてます。まあまあの大きさです。はい、今回キープした釣果です。まあまあ釣れましたね、青物くんがね、これね。まあいいんじゃないでしょうか。はい、式根島午後の部の釣り完了です。まあね、今日は青物を中心にまあまあの釣果が上がりました。それではまずは宿の中村屋へゴーゴーゴー。それでその後ウヒヒの夜釣りがありますのでウヒヒヒヒ。